ちは。こんにちは。こんにちは。綺麗だね。はい。あいさつ。いやいや、もう本当にすごい不評だったんだよ。今の。今の。気持ちいい。ありがとうございます。キショイって言われてましたからね。いいですよ。前回までは。打たれ強いんです。さあ、はい、まあこの5月入ってもうゴールデンウィーク抜けて、はい、まあ、プロ野球もまたさらなる盛り上がりを見せておりますけれどもと思うだろう。お、なんすか。ゴールデンウィークの疲れっていうのはこれから苦しいから、はい、これはもうやっぱプレーさんゴールデンウィークは 何が苦しいかというとさ、はい、まあ連戦は当然そうだよね、はい、でデーゲームでやるでしょ、はい、デーゲームの直射日光って結構疲れるのよ。やっぱ持ってかれます、疲労も疲れが持ってかれるなあ、体力的にも。で移動するでしょ。移動がやっぱきついですよね。移動もさ、ゴールデンウィークだから試合が早く終わるとか、こう変えて乗れないわけよ。あ、だからもう取ってある帝国の、はい、この決まった時間でしか移動ができない。なるほど。でそこでもうファンが待ってたりめっちゃすみませんね、めっちゃなったりとかする、はい、まあこのファンが応援してくれてるっていうのはありがたいんだけど、はい、やっぱ一般の人と紛れてもうごっちゃごちゃの中で移動しなきゃいけないっていうのはやっぱ疲労感はある。そのゴールデンウィークを抜けてどうなるか、はい、はい、そうです。だからゴールデンウィークの時の戦い方がどうだったかによるんだよ。はあ、なるほど。なるほど。それがその抜けた後に影響するってことですね。まずセ・リーグ、はい、巨人はいい戦い方したね。いやずっといいんじゃないですか。これは両外国人を外し、はい、入れ替えたでしょ、はい、北村とか入ってきたんだよ、若い子が、はい、で試合に勝った、うん、それは主力は疲れてるよ。疲れてるけど、なんか新たな勢いのある子たちをこう呼んできたみたいな、はい、ね、はい、そうなってくるとやっぱジャイアンツっていうのは意外にそういうところはしっかりしてるよね。うーん、すんなり抜けてる。高橋優希投手もいいっすもんね、やっぱり、ね、ここでいいっていうかさ、やっぱ3回まで8点取ってくれたらいいよ。てか、もう持ってるってことですね。持ってるってことですね。でも彼のいいところっていうのは、広島から移動して帰ってきたんだよ、チームがね、はいはい、その前に先発ピッチャーでももう帰ってるんだけど、はい、そこでひょいひょいひょい3回までランナーは出したけど、結局3人でゲッツーで打ち取ってるから3人で終わってるんだ、はい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 、だから試合のテンポも作れてるしさ、うん、だから主力もなんか打ちやすかったね。ああ、なるほど。だから8点取ってもらって、うん、主力を変えてマルティネスとか、はいはいはい、あの下から上げた、はい、北村もサードでスタメンしたりだとか、はい、そういった選手たちを使えることができた。だからすごいストレスのないゴールデンウィークの抜け方をしたよ、うん、だから考えると、まあ、安定してるということだよね。ゴールデンウィークそれが順位に表れてるということですね、うん、まあ、順位っていうかこれからも、まあ、交流戦が一つの順位の山だと思ってるんだけど、はい、そこまでに行くのに、まあ、安定した戦いができるかなっていう。ちなみに他はどうですか、セ・リーグでいうと。広島は何連敗かしたでしょ、はいはい、で一気に返したけどさ。そうですね、一気に貯金一気に返すっていうのはさ、はい、やっぱツケが回ってくるね。ガッていった分ってことですか。やっぱもう本当に必死でやらなきゃいけない、はいはい、だからマラソンでもさ、例えば出遅れてトップ集団に追いつかなきゃいけないと思って、はい、必死に飛ばすとさ、追いついた瞬間にぐっと力を入れられると、はい、また離されるという、また力をちょっと蓄えないといけない。なるほど。まあそういうことだと思うんだよ、ペナントレースっていう。レースっていうぐらいだから、はい、うん、いやだからこれを押し問答しながらどうするかっていう。あ、その追い越すのが難しいってことですね、うん、だから追いつくまではいけるけど。そうだね。あ、だからその粘りは出てきてるし、はい、戦い方としたら春先よりは全然良くなってるんだけど、うん、やっぱこの押し問答で疲れてるよね今。うーん、だからどっかで一回ガーッといっとかないと。あ、もう突き抜けないと。突き抜けるぐらい、ま、これがもう続くだけになっちゃうってこと。そうそうそう。ああ、だからちょっと結構しんどいかもな。あ、そうですね。あとね、中日に期待してるんだけどさ、はい、やっぱり鈴木が安定しないな。やっぱそうなっちゃいますか。まあ、名古屋のチームだよね。こうやってるうちはね、俺ダメだと思う。これなぜかというとさ、なんかそこに気がいってるだけで、はい、でなんかそうじゃないと思うんだよね、俺、姿というのは。
っぱり人間が必死になってる姿っていうのはさ、その選手に憧れてその選手の形を真似するのはいいよ、うん、これはさポーズなんだよ、投げる形じゃないんだよ、うん、例えばイチローみたいになりたい、イチローのバッティングの真似をする、これはありなんだよ。だけどこのポーズはさ、ただ格好だけでさ何ら投球の意味を持たない。俺そこの憧れるのはいいけど、そこまでずっと入り込んでる子供的な考え方っていうのが嫌だ、うん、だからそこは大人になんなきゃダメだと思う。まあ見てる人もこうやってサイン見て肩に絶対力が入るから、はい、そう思わない。いやもうそれよりは投げる前はやっぱりいかにリラックスをさせとくかっていう方が俺は絶対プラスになると思うんです。そうですね、もうすいません。いや、お前も怒られてるみたいな。もう言っときますよ、ね。まあ、怒られてる感じはしましたよ、ね。なんか。だって鈴木が抑えてたらこの前も広島戦勝ってんの。いやそうですよ。肝に銘じてね。本当にここ開けるなって。それ伝えなきゃいけない。で DeNA。はい、DeNA 来ましたよ。つらい。やっぱね。内通ですか。雰囲気が悪い。ああ。これを払拭するには相当打たなきゃダメだ。もう打ち勝つしかないってことですか。打ち勝つしかない。だって打ち勝つメンバーを揃えてるわけだからね。まあまあそうですよね。で打順変更だな。やっぱもう迫力持たすんだったら、極端な話よ。外を一番。うん、宮崎二番。いやー先発ピッチャーいい。これやばなって思わせるような打順を組んだ方がいい。やっぱねミスが出るね、エラーとか。あー。だからもうそういうのは極力。まあするなとは言えないけどね、ミスがつきもんだって言うけど、もう少し意識高く、うんうん、やった方がいいな、はい、あとはやっぱ勝ってる時には必ず守備固め、うん、ね、危ない場面では守備固め、はい、やっぱそうやってやっぱこう水も漏らさないぐらいのやっぱ配慮を今はしていかないと、うん、バッティングが調子がいい時はさ、いやエラーで1点やったって俺らは打って返すでみたいな、はい、そういう勢いがある時はいいんだけど、やっぱこういう劣勢になった時にチームがどうやって戦うか、うん、そこをやっぱもう少し考えた方がいいかもな。そうですね、まあ、阪神は、はい、こう乗ってるぜみたいな感じだよね。そうですね、そうね、もうでもなんかどっかで疲れてきそうなんだよね。あいつもあーとかやってらんないじゃん。矢野監督のリアクションもずっともう衰えないですよ。いやそれ木浪に言いたいのはさ、はい、エラーを立て続けにしたんだよ。はいはい、見ましたね、一緒に見てましたけど、大山もエラーしてるから、だからその回4つぐらい重なったんだよ、エラーが。ほんで木浪にあいつも運のいい子だな、チャンスが回ってきて打ったわ。見ましたね、そうですね、打ったわ、はい、ガッツポーズだ、はい、いやいやいや。お前がこの苦しい場面を作り上げてるわけだ、ね、それ打ったって返せないよ。そうしたら私すいませんでしたって頭をこうヘルメット取るぐらいだったらいいけどね。ガッツポーズはまあ今の子なのかな。でもまあそうですね、まあ、いろいろこうあったんですよね、多分ね。でもガッツポーズすることによってなんか嫌なものが吹っ切れたからね。そうそう、それはそれでいいんだけど、でも精神的にはそういうことだよって、もめっくおかけしますから、ね、そうですね、はい、あとヤクルトですね。ヤクルトはこれからちょっと苦しむかも、ね、あら、俺意外ですね。僕もちょっと意外でした、それは。もうなんか今、いや、後ろの石山とか抹消されたし、はい、いや、怪我人が結構出てきてるんだよ、ね、これやっぱりみんながそれを負担をしてるよね。あーでゴールデンウィーク中に、はい、この負担が疲れとなって出てこやしないかなと思って。ああなるほど、それがちょっと心配。それがゴールデンウィーク後の、うん、そうなっていくんじゃないの、うん、ただ交流戦の時に、はい、そういう選手がバッと戻ってきてくれると交流戦はいいかもしれない。去年とか交流戦めちゃくちゃ良かったですよね、うん、ただそこまで踏ん張れるかどうか。だから1年間を通したらヤクルトはこのゴールデンウィーク明けを抜けて交流戦までのこの間の戦い方、これを本当に細心の注意を払いながら頑張らないと順位に影響するような期間になる。じゃあここが結構大事ですかね。大事ですね、踏ん張れるかどうかっていうのは、まあ、状態がいいからね、はいはいはい、DeNA は
もう借金9つ現在で、ね、はい、抱えてるわけだから、もうとにかく頑張って、はい、もう相手がどうのこうの、疲れがどうのこうのというよりも、はい、オールスターまでに5割っていうのをさ、はい、もうできるだけ頑張るしかないよ、はい、でもヤクルトは今状態がいいだけに、うん、こう変わってくる可能性があるというと。なるほど、まあ、令和になってやっぱこう新陳代謝が行われるよね、うん、多分プロ野球界も、はい、いい選手が出てきてる、うん、ね、楽しみだね、はい、楽しみですね、はい、うん、まあセリーグ交流戦まで ね、はい、うでね、どう戦うか、はい、セリーグというところでしょうね、はい、今ね、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お待たせください。